フクロギツネ族は、哺乳類相馬エバモクスクスカの族の一つ。模式種は、フクロギツネオーストラリアの市街地から森林まで広く分布する。大陸中央部の乾燥地帯にはほとんど生息しない。また、フクロギツネがニュージーランドに移入されている。単独で行動するが明確な縄張りはないため、市街地など餌が限られる地域では、同じ事情に数頭いることもある。事情性で、 夜行性である。雑食で植物の葉、果物、花、キノカは、キノコ、チー類などを中心に、時には、ガヤバッタなどの昆虫や鳥の卵、ヒナ、ネズミなども食べる。人によく慣れている種もあり、人の手から餌を取ることもある。寿命は6から17年。特に目立った繁殖期はなく、北に生息する個体は終年繁殖し、 南に生息する個体は春から秋までと長い。通常は軌道を巣として利用するが、時として人家の屋根裏に住み着くこともあり、鳴き声や糞尿などで被害を受けることがある。昼間は軌道で休み、またそのため捕獲しやすいため、昔はアボリジニの食料となっていた。フクロギツネ族、トライハスリウスフクロギツネと北フクロギツネ、 小耳袋狐とマウンテンブラシテールパッサムは同一種とすることもある。ダピ、リビングウィズブラシテールパッサムズ。ありがとうございます。